処分をめぐる協議で近畿財務局が工事業者に不法投棄を提案したのではないかという疑惑が追及されました。2位です。9歳女児窒息死の可能性、首を絞められ殺害か。千葉県我孫子市で9歳の女の子の遺体が見つかった事件で、女の子が背負っていたとみられる赤いランドセルが県内で見つかっていたことが分かりました。水谷さん、2位には痛ましいニュースが連日入ってます。はい、なんで3歳、小学校3年生の9歳の子がね、殺されなきゃならないのか。そうですね、詳しくこのニュース見ていきましょう。おととい、千葉県我孫子市で行方不明になっていた松戸市の小学3年生でベトナム国籍のレイティ・ニャット・リンちゃんが遺体で見つかりました。遺体には首を絞められたような跡があったということです。周辺でリンちゃんの所持品は見つかっていませんが、捜査関係者への取材で昨日、この場所から数十キロ離れた県内で